皆さんこんにちは。那賀町地域おこし協力隊の藤園と申します。私は獣害を減らすことを目的として活動を行っています。具体的にはニホンジカを有害捕獲しています。今までに町内で75頭の鹿を捕獲しました。さらに鹿を捕まえるだけでなく鹿角のトロフィーを作ったり、鹿革をなめしたり、ジビエ料理のレシピを開発したりして捕獲した鹿を有効活用をしています。これは鹿を捕獲する様子です。最初は罠の入り口付近に餌をまき、鹿をおびき寄せますが、餌の位置を徐々に中に移動し、鹿を罠の奥まで誘導し、蹴る糸に引っ掛け捕まえます。また獣害を軽減するために普及啓発活動をしています。獣害対策の講演会の講師をしたり、実際に現場に行きその場所の状況を調査し、その対処方法を伝えたりします。これらの写真は獣害の発生現場です。左の写真は収穫が終わった後の水田です。収穫後に水田をそのまま放置すると、コバエに2番穂がなり、それが動物を集落や圃場に引き寄せる原因になります。動物にそこが餌場だと認識させないようにするためには、水田をすき込むなどして2番穂を減らすことが有効です。中央の写真は地際を固定していない防護柵です。このままですと動物は柵の下をくぐって侵入してしまいます。動物はまず柵の下を狙いますので、地中に網を結束したり地際に杭を打つなどして動物が侵入しないようにすることが重要です。右の写真は支柱に金属を使った電気柵です。このような素材で電気柵を作ると漏電しやすくなります。電気柵を有効に活用するためには漏電しやすい箇所を絶縁体に交換することが重要です。さらに猿を追い払うように調教したモンキードッグを育成しています。左側の写真は私が育成しているモンキードッグの城です。人に迷惑をかけないように調教するとともに、猿を追い払う動物だと教え追いかけるようにしています。中央の写真は GPS 発信機を装着した大人メスのニホンザルです。メスは群れから出ていかないので、発信機を装着すると群れの位置を把握することができます。これにより猿が集落にいるときにモンキードッグを出動させ追い払うことができるだけでなく、右の写真のように集落に近い場所に群れがいるときにもモンキードッグを出動させ集落への猿の出没を未然に防ぐことができます。ただし今はこのメス猿が死亡したため、モンキードッグによる追い払いは中断しています。この図は発信機を装着したニホンザルの群れの移動ルートです。期間は2023年1月11日から23日までです。一等に州のは是ヶ原集落を中心にして、2州の平野市も集落を利用していたことが分かりました。これが実際の追い払いの様子です。猿の群れが集落の近くにやってきたら、このようにモンキードッグを放します。犬が吠え猿が警戒音を出しています。はい、こたしろ、はいはい、お水だよ、お水。追い払いが終わった後は犬が車に戻ってくるように調教しています。今後の活動予定です。ニホンジカの数を減らすために有害捕獲を続けます。さらに捕獲した個体はジビエや川なめしなどに有効利用をします。また獣害を軽減するために普及啓発活動を続けます。獣害対策の講演会の講師をしたり、実際に現場に行きその場所の状況を調査しその対処方法を伝えたりします。さらに今は中断しているモンキードッグによるニホンザルの追い払いを再開する予定です。そのためにはまずはニホンザルの大人メスを生け捕りにし、
発信機をつけたいと考えています。そしてこれら活動を行う上でデータを分析し、その成果を学会などに発表しようと考えています。以上で発表を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。